バローズのシリーズ外作品では、アメリカの小説家、エドガー・ライス・バローズの作品のうち、4大シリーズに含まれないものについて記述する。この名称は便宜上のものであり、広く用いられているものではない。また、作品一覧にリンク先が示されているものについては、それぞれの項目を参照。以下、掲載順に現代と連載期間、観光年、放題を示す。 番号は上部が作品番号、下部は単行本観光番号。なお、どちらも番号の振られていないものも存在する。日本語版未訳文の放題については出典のあるもののみ示した。翻訳はモンスターマンムーンシリーズ太古世界シリーズが早川文庫 SF、それ以外は草原推理文庫による。また、モンスター十三号は単独での観光のほか 草原 SF 文庫の合本版火星シリーズ第4週火星の古代帝国にも収録されている。バローズの作品は冒険小説が主流であり SF 小説の場合でも冒険ものの延長上にある場合が多い。これは売れないものは書かないというポリシーからであり、一時期は普通小説等も執筆したが商業的に成功していないため、その方面からは撤退している。 規約小説はほとんどが冒険者、ないしは SF 調の冒険者である。例外はアパッチシリーズとカリグラ帝の野蛮人で、前者は19世紀末期のアパッチ戦争を、後者はローマ帝国の皇帝、カリグラを扱った歴史小説である。ただし、アパッチシリーズは主人公を中心にしたアクション面が強調されている。バローズの冒険者は、 以下のような点を基本としている。そのため、各作品の解説では、ことさら取り上げない。ハッピーエンド。勇敢で高潔たくましい主人公。冒険小説であれば、アメリカ人、あるいは、イギリスなどのヨーロッパ人。SF 系の場合は、前作の主人公の信任の熱い人物。若く美しい、定説なヒロイン。身分の高い人物であることが多い。 モンキリ型の悪役。改心する例は稀。蒸気に外れる場合には明記する。タイトル横のカッコ内は、早川版でのタイトル、シリーズ名。マッカーシリーズの第一部、南海の秘境は、オールストーリーキャバリアウィークリーに1 9 1 4年に掲載され、第二部、風雲のメキシコは、オールストーリーウィークリーに1 9 1 6年に掲載された。 アメリカでは一冊にまとめられている。砂漠のプリンスは草原推理文庫 SF での放題。現代話でオールストーリーウィークリーに1917年に掲載され、1938年に単行本化された。アパッチシリーズの第一部、ウォーチーフはアーゴシーオールストーリーウィークリーに1927年に掲載され、 1928年に単行本化された。第2部、アパッチデビルは1928年に掲載され、1933年に単行本化された。なお、本説での記述は、当該シリーズに基づくものであり、当該シリーズは、史実をもとにしたフィクションである点に留意。密林の謎の王国は、草原推理文庫 SF での放題。現代は、 隠れた者たちの王国で、ブルーブックマガジンに1931年に掲載され、単行本化にあたり、ジャングルガールに改題された。カリグラ邸の野蛮人は1941年に執筆され、死後の1967年に単行本化された。なお、本説での記述は、当該作品に基づくものであり、当該作品は、史実をもとにしたフィクションである点に留意。 ありがとうございます。